親愛なる家族の皆さ、あなたが混沌と破壊だけを見ているならば、世界が変化していることを理解するのは簡単なことではありません。しかしその裏側で何年も人知れず密かに活動し、意識の進化を加速させているのが数えきれないほどのライトワーカーたちなのです。ライトワーカーとは、平和と調和を確立し、貧しい人々に奉仕し、地球を癒し、愛と理解の新時代をもたらすために地球にやってきた人たちです。ほとんどのライトワーカーは近来この惑星に転生しましたが、あなたの魂は他の多くの生涯で他の様々な惑星にいたことがあります。出来事はいろいろと解釈できますが、工事の法則を理解し、神聖な目的を知ると、出来事を全く別の光で見ることができるようになります。出来事を司っている工事の秩序は、ますますその存在を知られるようになり、人類の最高の善に役立たない古いやり方がますます浮き彫りになってきているのです。この惑星が解放されようとしている今、この星を楽園にするための最も効果的な方法は、この惑星を助けると分かっていることに従うことです。現在、地球上でいくつかの大きな変化が起こっています。それらは見るのが難しいかもしれませんが、実際に起きています。世界全体が惑星レベルの変貌を遂げようとしています。それは地球の生物圏の根本的な変化によるもので、文明はそのプロセスに巻き込まれているのです。今、新しい世界が出現しているのです。それは、目に見えたり、理解したりするのは簡単ではありませんが、そこにあるのです。本能のように、自分の奥底でそれを感じることができます。地球という惑星は、大きな過渡期を迎えています。地球は、新たな地平へと向かっており、その野心は、かつてないほど大きくなっています。人々がよりつながり、より革新的になり、自分たちが一つの惑星の一部であること、より意識するエキサイティングな新時代に突入しているのです。すべての生き物は地球と切っても切れない関係にあり、地球がすべての生き物を支え、守ってくれていることに感謝しなければなりません。地球の資源に感謝するのはあなたの責任です。あなたが地球を大切にすれば、地球はあなたやあなたの子供たちを大切にしてくれるでしょう。毎日、自然の中で過ごすことが大切です。それほど時間はかかりません。裸足で地面に足をつけるだけで、魂にとても良い影響を与えます。そうすることで、地球とつながることができます。神とつながるのです。自分の中の神聖とのつながりが深まれば、自分の中に信頼の質が芽生えます。神聖なる本質は常にあなたの最善の利益を心に留めています。それはあなたをコントロールする外部の力ではありません。その本質はあなたの内なるガイダンスシステムである。あなたが完全に聞くモードになっているとき、そのメッセージをより聞くことができるようになるのです。神聖なる本質があなたの中にあるように、それはまたあなたを取り囲み、宇宙のすべてを包含しています。このエネルギーは、あなたの肉体だけでなく、地球や宇宙、そしてこの星に住むすべての人たちを通して流れています。それは、生まれた人から亡くなった人まで、すべての人を包み込んでいます。それは、すべての人、すべてのものの一部なのです。今この瞬間にいることで、解釈やジャッジすることなく、ただそこにあるものを経験することを自分に許します。また、今この瞬間にいることで、自分自身への信頼の質がおのずと高まっていきます。そして、自分への信頼が深まれば深まるほど、人生の流れに身を任せ、穏やかさと喜びを味わうことができるようになるのです。
このような体験の積み重ねが、あなたの意識を拡大し、波動を上げ、そのための新しいエネルギー源を利用することを可能にしたのです。これを読んでいるあなたは、スピリットとの強いつながりを維持することが、意識を高めて5次元に上昇するために、重要であることを認識している可能性があります。日々成長するにつれ、あなたのスピリットは拡大し、活気に満ちた気分を味わうことができるようになります。しかし、意識を高めていく中で、体に不調を感じることも少なくありません。これは、あなたの体に起こっている生物学的な変化のことを指しています。DNA のどの部分が活性化されているかによって、背骨全体が熱くなったり、ピリピリしたりするような感覚を経験するのです。新しい現実に向かって進み始めると、このような感覚に気づくかもしれませんが、移行期を過ぎると、体の感覚は違ってくるかもしれません。全く新しい世界にいるような気分を味わうことができるのです。その変化は微妙なものですが、力強いものです。それは、あなたを高揚させ、至福、幸福、自由を感じさせてくれます。自分自身と宇宙との一体感を味わうことができるのです。これはあなたが精神的な悟りとしてよく知られている、五次元に入り始めているサインです。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。